はい、おはようございますということで、嫁から逃げられた旦那の一日を見てもらいたいなと思います。朝はですね、今まで EAA 飲んでたんですけど、最近はもう EAA のまず最低限の薬と、これはグミなんですけど、鉄分のグミみたいな、そんなんだけ食べていきます。アレクサ、行ってきます。炭水化物とタンパク質ですね。でブラックコーヒーは脂肪燃焼の、効果がありますので、そういった目的で摂ります。おはようございます。今日は日曜日やから誰もいてません。こんな日曜日でも仕事するってブラックでしょう。一人で仕事したいなと思います。まあ言ったって2時間とか1時間ぐらいしかしないんですけど、サクッとねしていこうと思います。ついこの間ね、髪の毛自分で切ったからセットしやすくなったんですよ。一回ね、髪の毛をこうやって上げて上げて、この中に空気を含ませてあげるんですね。空気を膨らませてあげないと蒸れてきて剥げちゃうので、空気を入れてあげて、もうこの髪の毛たちもね、あと20年ぐらいしたらもう多分育っていってしまう、巣立っていってしまうので、それまでの、楽しめるっていうか20年ぐらい楽しめると思うので、その間は楽しんで、で次はちょっとツヤ感のあるジェルみたいな、でその日の分け目決めたりセンター分けにしたりするんですけど、こうやってやりながら、例えば今日はもうセンターで行こうかと思ったらこんな感じでセンターにもします。はい、すいません、よろしくお願いいたします。先ほど LINE のグループ参加ありがとうございました。今後は基本的にその LINE グループに、それでは撮影していきたいなと思います。よろしくお願いします。今日はね、サングラスちょっとつけようかなと思って、これちょっと今年の新作で出るカラーなんですよ。でこういうのをセカンドチャンネルでシェレッとつけといて、で反応を見て、皆さんから、それいいですねって言われたりしたら、あ、やっぱいいねんなと思うし、全然反応なかったら、まあそういう時もあるよねっていうことでスルーしたりもするんですけど、そういう形で撮っていきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、おはようございます。4月の22日の、月曜日ですね。本日もスカンチャンネルやっていきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、それではですね、12時20分なんで本日の仕事は終了ということで、今から帰りたいなと思います。帰って昼ご飯ね、自炊僕が始めた話なんで、その自炊を見ていただきたいなと思います。
おはようございます。のどかなとこ、僕の毎朝の通勤ロードです。ただいま。我が息子は帰っておりますね。もうね、3分くらい終わるようなね、自炊したいなと思います。はい、はい、男のトングということで、手でいきましょう。この辺をね、ささっといってちょっと用意しとくんですね。この辺りはパパパパパ。ドレッシングはね、だいたいいただいたドレッシングがあるので、これちなみに弟からいただいたんですけど、これをつけていきましょう。あー、よし、まず一品目完成。なんかついてるぞ。なにこれ。よいしょい、よいしょい、よいしょい、よいしょい。じゃあこの間にね、洗濯も行きましょう。ちょっと余計な油取りたくないのでね、これ油じゃなくてオリーブオイルでいきましょう。もも肉炒めてます。はい、なんだかんだできました。ささってやって、ちょうど米も今炊けたところなんで、ぴったりでした。だいたい毎食こんな感じです。これが、今日は肉やけど、鶏やけど、まあ、魚があったり、魚があったり、刺身があったり、みたいな感じで、あとのルーティンは全部変わりません。目玉焼きとサラダと味噌汁と米はだいたいあるので。で、夜は炭水化物取らないんで、米は取らないですけど。はい、それではね、今からジムに行きたいなと思います。時間が3時12分3分ぐらい12分ぐらいか、ジムに行って、ジムのお友達とちょっと喋って筋トレしてサウナ入って、今日の夜の食材がないので、買い物行って帰ってきますので、今日は車で行きたいなと思います。この34歳の単身で住んでる様子、面白いでしょうか。引き続きどうぞ。いやいや、ありがとうございます。気をつけてください。ありがとうございます。はい、お参りします。いかがでしょうか。はい、それでは晩ご飯です。今日はですね、レタスと、なんかタイムサービスだったカツオ。カツオはね、あの油もあるしいいんですよね。で、大豆、豆腐を大豆と呼びます。で、昼の残りで、また大豆、目玉焼き、タンパク質。じゃ、いただきます。ちょっと僕、あの血糖値の数値が高いっていうこともありますし、野菜からね、取ります。
ここからは歯のホワイトニングをやっていきます。家のホワイトニングですね。歯白くなった方がいいので、これはもうほぼ毎日やってるので、おかげで歯は結構白くなってきましたね。はい、ということで最後まで見てもらってありがとうございました。あとこの後はもう寝るだけなんですけど、現在今8時40分ですね。8時40分から布団入ってゴロゴロして、で11時ぐらい寝るっていうのがいつも流れになってますので、ここからはちょっと皆さんにはねお見せできない禁断の、ベッドルームに行きたいなと思いますので、ここで終わりたいなと思います。ではおやすみなさい。